山形です。はい、早朝のですね、ただいま名古屋の駅前に来ております。はい、名古屋久しぶりだな。いつぶりだろう。あれか普通に、本日はですね、名古屋の方に何で来たかと言いますと、一度ですね、開催しようと思って延期になってしまったあの PVP の、初心者向けレクチャー付き、トーナメント、はい、こちらの、今日が当日でございます。ということで朝ね、東京駅からまあ6時ぐらいに、ね、新幹線に乗ってビュンと、来たところでございます。普段 PVP をやられているトレーナーさんをですね、まあ、講師として今回迎えているので、その方々と合流して、ちょっと会場の設営をね、していこうと思います。おそらくその PVP 本当に初心者の方々が、今回はいらっしゃるようなね、まあ、初心者向けっていうふうに、ね、言っておりますので、ね、なので、まあどちらかというとこうバチバチっていう感じよりも結構和やかな雰囲気になるのかなと思っております。はい、ということでですね、会場の方に行こうと思います。はい、あ、おはようございます。どうぞ、ちょっと座ってお待ちください。まもなく受付開始します。はい、スタートしようと思います。はい、今から皆様にこちら配ったりとかして準備していこうと思います。はい、皆様お待たせしました。ちょっと時間早いんですけれども、結構早めにいらっしゃってくださってる皆様結構いらっしゃいますので、受付の方開始しようと思います。受付ちょっとゲーム内のあれですね、ID トレーナー ID の方をちょっと確認させていただきますので、スマホとそのポケモン GO の ID が分かる画面をお持ちいただいて、こちらの方にいらっしゃってください。よろしくお願いします。はい、はい、OK です。よろしくお願いします。はい、そしたらですね、こちらの方をですね、トレーナー ID を書いてお待ちください。午後の方にこちら使用しますので、よろしくお願いします。はい、ちょっとポイントだけ適宜かいつまんで、少しでも、興味を持っていただければなと思って、今回講師をさせていただきます。改めてレイルと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。で、皆様、レイドバトルやジムバトルっていうところは皆さんおそらく経験されたことがあるとは思うんですが、ウツボットに滅法強い、逆にそのウツボットはマリリン姫一方強いよね。で、僕のパーティーの組み方なんですけど、メインのポケモンを決めます。ベルさんとそこは一緒ですね。なので、メインのポケモンを決めるんですけど、例えば図ではメインを水タイプのカメックスにしたとします。で、そうするとカメックスの弱点っていうのを考えたりするんですけど、ここですね、メインの苦手なポケモンを対策できるポケモンを考えるように。はい、今ですね、全ての一旦講習が終わりまして、午後にですね、大会をやります。今回の講習受けた内容を受けて、どういうポケモンを育てようみたいな感じで、まあちょっとトーナメントをやるって感じなんですけど、それに向けてどういうポケモンを育てたらいいのかっていうことですね、今回入っていただいてます、講師のお三方ですね、ベイルさん、ケンさん、KTR さん、お三方が、各トレーナーさんに結構丁寧にですね教えてくださってます。はい、なかなかそういう機会ないじゃないですか。何を育てようかっていうことを直に聞けるというか、っていう場がないので、なんか僕自身もあれも何だか向こうが回りたいぐらいの気持ちなんですけど、はい、合間の休憩時間でございます。やっぱね、休憩ないと皆さんね、もうお腹すいたーペコペコになっちゃうしね。うん、あとね、ちょうど今ね、ロケット弾がね出てるんですよ、この時間。ロケット弾が11時か13時の間で大量出現っていうイベントがやっているので、まあそれもぜひ皆様に触ってみてくださいみたいな感じで、皆様に出ていただいて、何か胃に入れてさっと戻ろうと思います。ロケット弾も触ります。はい、ということで、皆様、今日はですね、午前中からですね、山田チャンネルの方、脱初心者トーナメント、PVP 講習会付き、トーナメントの方にご参加いただきまして、本当にありがとうございました。結構ですね、まあ、思ったよりも強い人を混じってねって思う節はあったんですけども、まあでもそういうのもね、やっぱいいのかなと。すごい皆様の今日を、PVP 実際やられてるのが楽しそうだったのがすごい僕はすごく嬉しかったです。本当になんかなかなか取っかかりにくいって
ていうコンテンツにどうしてもまだなっちゃっているところだと思うんですよ、僕は。その PVP がでもやってみたら楽しいよねっていうことを知っていただけた、回になったならば僕は良かったなと思います、ということで皆様ご参加本当にありがとうございました。そしてコース氏のお参加のおかげですごく僕はもう お参加でいなかったらできないので、できなかったので僕何も教えられないんで、はい、本当にありがとうございました。ですね、これにてヤワチャンネルの脱走初心者トーナメント、トーナメント付き PVP レクチャー概要略だったっけ、まあ、はいを、締めさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ポテの煮込みを一つ、あとは、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうダメだこれは、これは美味しすぎますね。これは美味しすぎます。ダメです今ちょっと。はい、ということで東京の方に帰ってきました。あのね、あの結構ね、あの名古屋の方に滞在していた時間は長かったんですけども、驚くほどカメラ回してなかったね。うん、あのイベント会場の中でもね、あの今回あの東京から、行けたのが、まあ、あのいろんなスケジュールの関係であの僕一人だったんですよね、まあ、だから機材とか持ってって、あのであのなんていう現地でのこう講師の、ね、お三方ですよね、とのやり取りしつつ、じゃあ当日どういう風に回そうかみたいなやつをやって、あと司会進行を、やってで、っていうのでね、なんかね思っていた以上にですねテンパってたみたいでね、カメラを全然回してないってちょっとおい YouTuber みたいなね、そんな感じなんですけども、はい、まあ、改めましてですね、レクチャー付き PVP トーナメント、はい、第1回目名古屋での開催が、終わりました、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。今回ですね、まあ、あの1回延期となって、要は開催という形になったので、1回目当選したけど2回目ちょっと時間的に、タイミング的に行けなかったっていう方がですね、結構いらっしゃいまして、そういった方はですね、本当に申し訳ございません。またね、名古屋の方でですね、できれば開催したいなと、あ、まあ別に名古屋限定であれのイベントをやりたいっていうわけではないんですけども、やっぱりですね、名古屋でまたやってくださいっていう声もね今回ありましたので、またねできるようにちょっとね考えていこうかなと思っているところでございます。個人的にですね、今回まあこれやりたいんですっていうようなことをね、一番最初にですね、まあ江野さんにね、夏終わった段階でちょっと相談して、で江野さんになんかどうしたらこれ実現できるかねみたいな感じでお話をして、そこからいろいろ動いてと、はい、で今回のね講師の皆様にもねお声掛けを江野さんの方からこうしていただいてっていう感じで、まあいろいろ動いて、で、まあ江野さんも本当にいつもありがとうって感じなんですけど、まあ今回ね江野さんもそうですし、講師の三方ですよね、ベイルさんとケンさんと KTR さん、お三方にもね本当にもう当日もう素晴らしい回しをしていただいてね、はい、本当にありがたかったですね。本当にありがとうございました。ちょっと振り返りですね、個人的な振り返りを、ちょっとしてみようと思うんですけども、当日のですね、まあ、今回実は名古屋以外のところからもね、お越しの方結構いらっしゃいました。中で千葉からっていう方もいらっしゃいましたね。はい、うわすごいと思って逆にみたいな、なんかその方は名古屋にですね1回目の時は、住まわれてて、で1回目の当選の方は今回優先でね入れますよっていうふうに言っていらっしゃった方なんですけども、そしたらですね、その中1回目の開催と2回目の開催の間になんか引っ越しちゃって名古屋の方に行ってたから、でもそしたら来てくださって、いやもう本当にありがとうございます、すいません、なんかむしろはい、っていう感じの方もいらっしゃってて、で今回 PVP 開催してすごい面白かったのが年齢層ですよね。上も下もすごい幅が広かったんですよ。本当にまだ小学生ですよね。まだ小学高学年にもなってないよな、いや、ま、真ん中ぐらいなのかな、はい、ぐらいのお子さんとかもねいらっしゃってて、でそういう子はですね親御さんがついてきてね、で親御さんとかと一緒にこう講習受けてたんですけども、講習受けまして、その後にやる PVP レクチャー、レクチャー付きの後のトーナメントが、今回、入っていただいた講師の3名ですよね、が、そもそもこの後のその大会で何育てればいいのかっていう、パーティー診断とか、育成診断をですね、兼ねていたんですね。なので、例えばその講習でですね、結構1時間以上ですね、こういうポケモンが強いですと、こういう条件のポケモンが強いです。じゃあ、どういうやつが強いんですかねみたいな。じゃあ、こいつに対して何で対策取ればいいんですかねっていう話を、うわーっとしていった後に、はい、じゃあ皆様、この後3体育ててくださいと。3匹育ててください。
ください。何でもいいですと、その代わり先ほどの知識を使ってですね、何がいいのかって選んでいただいて、悩んだら聞いてくださいみたいな感じでやってたんですよ。これがすごく良くて、例えばじゃあこいつ使いたいとか、まずじゃあそうだな、ラグラージを使おうと思うんですよねってなって、じゃあラグラージの弱点を、まあそのラグラージ来たらね、草怖いんで、じゃあ草タイプに対してね、何で対策取ればいいですかね、手持ちの中だったらどれがいいですかみたいな感じの相談とかを結構できると、あの知識がやっぱり深まっていると言いますか、自分一人の知識だと、やっぱり初心者の方って、あの育成どういう風に手をつけているかわからなくて、育っててる時って砂必要じゃないですか。この砂が無駄にならないのかどうかっていうのがやっぱり気になるので、そういうの安心して使えるし、あと当日はですね、あのタイプ相性表もですね、全てのテーブルに置いといたんですね。なので例えばバトルの時に、タイプ相性あいつなんだっけっていう風にならずに、何タイプ何タイプだからタイプ相性はこれだねみたいな感じで照らし合わせができたので、今回その PVP に対してですね、ハードルが高いと感じている方々に、やっぱり何が必要なのかなってことがちょっと見えてきて、取っかかりの部分ですよね。もちろんやっていく中で必要な、例えば、情報とか、あとはその必要な、まあ、よくあるあの PVP ね、この改善がないとちょっと PVP きついよみたいなね、上級者とか、結構やられてる方のご意見はあるんですけども、その一個手前のところの、要は取っかかりとして必要なのは、やっぱりそのタイプ相性だとか、あとはその何を育てていいのか、何が強いのかわからないっていう、この2点がやっぱり大きいなと思いました。で、裏を返せば、この2つさえ簡略化してあげたりとか、こっちの方から提供して、置くだけで、要はタイプ相性、あ、分かります、ポケモン何を育てればいいのか分からないこいつらです、分からない聞いてくださいっていうのがもうその空間の中にあったので、そうするとですね、ものすごく楽しまれていたんですよね。参加者さんたちが、これどうしようみたいな感じで結構ハラハラしながら、かつその勝ち負けを楽しみながらですね、結構プレイしてくださっていたので、すごくそれが嬉しかったですね。いや、でも本当思ったのは、わからないでやるといまいちこう強い弱いとかに対して実感もないし、その楽しめないじゃないですか。ね、よくわかんないゲームやってもやっぱりよくわかんないままで終わっちゃって、まあ、PVP、今ですね、ナイアンティックはロケット弾周りと絡めて、いっぱいこうプレイする機会をですね、ゲーム内に用意しているので、ちょっとずつこういろんな知識が溜まってきた、ユーザーさんも多いし、あとその、スペシャルアタックですよね、とかのスワイプもやったことあるっていうような方、やっぱり増えているとは思うんですけど、それでもやっぱり絶対数は足りていないと思うんですよね。あと一人当たりのその、PVP の機能ですよね、を使っている回数って絶対少ないと思います。そこに関してやっぱりその提供できる価値というかっていうものがですね、あるなというふうに思いました。すごい個人的に思うのは、いろんな都市にですね、必ずそういうふうに PVP やりたい方っていらっしゃると思うんですよね。はい。なので、まあ別に僕今回やりましたけど、僕だけじゃなくていろんなところでですね、いろんな方、いろんな団体がですね、そういったことがね、こうやっていけたらなと、いろんなところでこうどんどんそういう初心者のためにいろいろ教えるぜみたいな会がいっぱいね、いろんなところにこう起きたらすごいいいなと、すごい楽しいなというふうに思いました。あとは会場内でやっぱりその PVP ね、普段やらないけれども、そういう会に来て、PVP 今日楽しかったですねって言ってフレンド登録をお互いして、またなんか会える時一緒にプレイしましょうっていうような話とかも結構中であったので、会場の中でそういうの見ながら僕はずっとほんわかしてましたね。すげえよかった。はい。ということで、名古屋の方での PVP レクチャー、イベント、無事終了しました。ありがとうございました。はい、ということで、また、どっかで開催できたなと思っております。その場合はまたね、動画とかで、ね、しっかりと発表しますので、よろしくお願いします。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。